今回はですね、槍のサイズをですね、50センチの長さにサイズダウンしてあります。で、330グラムですね。じゃあですね、直打法のノースピンとの違いをお見せします。ギリギリでまだ撮影できるんで、ちょっと長いのをやります。